集中力を高める方法はありますか？私は昔から集中力がありません。いつも別のことを考えたりしてミスしています。集中力を高める方法や訓練があったら教えてください。まあ集中力って言うとですね、まあ基本的にエネルギーがないとね、なかなか集中できたもんじゃないん で、自分に体のエネルギーがないなと思ったら、食事、睡眠、運動、その他、それを整えるっていう基本的なところやったらいいと思います。で、一方エネルギーはあるんだけど気が多くて、つまりいろんな欲求があって気が散ってるということになると集中できませんね。それは欲望が多すぎるって状態で、欲望を減らせばおのずと集中が効くっていうことです。まあ、簡単に言うとスポーツ選手なんかも、要するに上に上がっていくためには自分のそう競技以外の欲求、これは捨てていかないといけませんね。そうやってこう我慢するとか我慢して、で自分のエネルギーをこう競技力の向上に注いでいかなくちゃいけないってことで、これはそういった世俗の行為も、それから仏教上の悟りっていうものにおいても全く変わりがないと思います。でそのための一つの訓練として、まあそのヨーガにおいては呼吸法プラナヤーマっていうのがあって、一定のリズムで呼吸を息を吸って止めて出すっていうことを繰り返しています。で皆さんもご存知だと思いますが、集中してる時っていうのはあんまりその呼吸してないんですよね。じーっとこうなんていうか息を潜めているっていうか、で集中が終わったらふーっと息を吐くっていうことがあります。よって息を吸ってですね、しばらく止めて息を出すっていう、このヨガの呼吸法プラナヤーマっていうのはその逆をやってるんですね。集中してれば呼吸が止まってる、呼吸を止める時間を作れば今度集中が上がるんじゃないかっていう逆の論法です。ヨガはみんなそうです。例えば姿勢がなんていうかな、心が前向きだと上を向いてる、前を向いてる、しかし後ろ向きだと要するにうつむいてるとか言って、姿勢と心の関係があるから、良い姿勢を取れば良い心になるだろう、まあ、良い心の状態の時は、気分の時は姿勢が良く、そうでない時は悪いと、だったら良い姿勢の状態を保てば良い心の状態になるだろうって感じです。つまり心が体に影響を与え、や体が心を影響を与えるということです。そして集中した状態だとこう呼吸が、まあ、基本的にこう静かであるとか、まあ、またゆったりと大きいと、緊張してると呼吸がせわしく浅いと言うんだったら、呼吸をそのゆったりと大きくやって間に止めるようなことをやれば、心が安定して集中が生じるんじゃなくかっていう、体から心をコントロールするっていう考え方ですね。だからまあ集中力としてはヨーガのプラナヤマ、特に補足を入れた、補足って息を止めるというプラナヤマの技法ですが、まあ、それを含めた実践をされるのが一つの解説策かなと思います。もちろん集中力を高める、まあいろんな方法があるとは思いますよ。ただまあ私の知ってるヨガの中ではそういったテクニックというか業法があるとですね。